こういう形。はい、それではこういう形で保存ができました。で、今度はこれをこういう形ではめ込んでやりたいということになります。なのでこっち側を半分切り取って、こっち側の下を今度半分切り取って、それを合わせてやるというような形になります。で、そのまず墨線ですねを引いていきたいと思うんですけれども、これ間違って、この同じ向きで穴を掘ってしまうとおかしなことになってしまいます。こっちはほぞがこういう形で上が面になっているけれども、こっちが、ほぞが今度上側に来てしまうというおかしなことになるので、まず2本合わせて墨付けをしようと思うんですけれども、こういう形で並べてください。互い違いにするという形ですね。でその状態で、テープで固定してもいいんですけれども、クランプがある方はこの胴付きの部分をしっかり揃えてクランプをしてあげてください。でこれで、2本ががっちり固定されました。で、この、今この胴付きから胴付きまでの長さを私は200ミリ、20センチですねに設定したので、この中心は10センチですね、100ミリのところになります。はい、でこの100ミリが中心です。そしたら私は今この板の厚みを20ミリに設定しました。なのでさっきの10センチのところから左右に1センチ、こっちも1センチ、ただこの印をつけるときに若干ちょっときつめにしてやりたいので、10センチと言いつつ、目盛りのちょっと内側あたりを墨付けをしておいてあげるといいと思います。はい、で今印がついたので、今度はこのスコヤ直角定規ですね、これで線を引いていきます。はい、同じようにこっち側にも線を引いてやります。はい、それでは、今度は深さの方向を決めてやります。深さの長さですね、これの板の厚みが30ミリ、3センチありますので、ちょうど中間は15になります。ただ15よりもちょっと深めに切り込んでやりたいので、実際には 15.5 や16ぐらいに深めに切ってやってもいいと思います。では単純に今このさっきの線から15ミリよりちょっと深めというところにまず線をつけてやります。はい、で今度はそこまでですね、15の線まで先ほどの線から伸ばしてやると、ここまでですよという形で線を伸ばしてやります。はい、この形で、墨線が引けました。反対側も、同じようにしてあげてください。はい、それでは先ほどの墨線に合わせて、切っていきましょう。ここも、できるだけ正確に加工したいので、このジグと、アサリなしのノコギリを使って切っていきます。で、今回はちょっときつめに、設定してやりたいなということで、墨線を隠すぐらいな形で、ジグを当ててやります。
で、それに合わせて切っていきます。アサリなしのノコギリはこうギコギコやるとなかなか切れてくれなかったり、まあ、曲がったりするので、引くだけのような感じで切っていくといいかと思います。はい、で、この墨線に合わせて深さの切り込みをしていくと、まあ、あんまり深く行き過ぎないように注意してください。はい、ではこんな形で切れました。同じくこっち側も切ってやりましょう。では見えますかね、こういう形で2本線が入りました。こっちも同じですね。はい、でここからやり方はまあいろいろあります。まあのみでここを落としていってもいいんですけれども、もう息ボロッと落とす方法も、あります。ですが、まあちょっと分かりやすいように、もう何本か線を入れてやって、でそれをちょっとずつ落としていくという方法で今回は行こうと思います。では同じように、まあジグがあってもなくてもいいんですけれども、今回は便宜上ジグを使って切り込みを入れていってやります。で一定のところで止めたければ、例えばここにノコギリのここに何か材料を貼り付けておいて、それ以上ノコギリの刃が入らないっていう風にする方法もあります。まあ、今回はこの切れ目というのは隠れるので、そこまで精密でないので、精密さが求められないので、目分量で切っていってやっています。はい、こんな感じですね。これでこういう形で線が何本か入りました。ここまで来たらこのクランプ取ってあげて大丈夫です。はい、でこれがこういう形ではまるというふうになります。はい、はい、それでは、まあ小さいのみでもいいですし、大体まあこれと同じぐらいの幅ののみが一番早いかと思います。でこれで他の部分を傷つけないようにここまでちょっとずつ落としてやるというような方法ですね。いきなりここから行かずにちょっと手前から叩いてやります。そうするとこういう形で、さっき細かく切った繊維通りにボロボロと取れてくれますんで、はい、ある程度この状態までいってから初めて、さっきの深さの一番深い部分ですね、の部分でこう取ってやりましょう。でこのまま最後までいかずに、最後の方は反対側からやってあげてください。はい、こういう形で綺麗に窪みができました。はい、これで2つこういう形で、できました。じゃあ実際にちょっとはめてみましょう。ちょっと少し硬いかもしれません。これでちょっと軽く叩いてみて入るかどうかで調整してみましょう。はい、ちょっとじゃあ叩いてみますね。はい、今さっききつめに設定したので、ちょっとこの部分が、きついです、入らなく、今もっと叩けば入るんでしょうけど、ちょっとまあ木を傷つけてしまう可能性があるので、こういう場合の調整方法についてちょっと説明します。はい、はい、ではサンドペーパーですね。
はい、これでこの部分だけちょっと削ってやります。カンナがある方はカンナの方が、均等に削れ、かつ、こういう粉状ではなくてまとまった、形で削れるので、カンナがお持ちの方はカンナの方が早いと思います。じゃあこれでもう一回叩いてみましょう。はい、今度は何か入りそうですね。はい、では叩いてみます。はい、こういう形で、頑丈にもう手でやってもパカパカしないぐらいに固く入れることができました。で、最終的にここにボンドは入れないので、もうこれでこれは完成としてしまいましょう。最終的にこれに天板が取り付く形になりますので、ここはボンドは特に必要ありません。では、いよいよもうこれでこのパーツで、接着剤を入れて留めていったら足部分の完成になります。なんですが、まあ、例えばこういう角がピンピンしている状態だと、手触りもあまり良くないですし、もしくは角があるということはそこからどんどん木がささくれ立っていくということもあります。なので本当は、面を取ってやる、面というのはこの角ですねを少し丸くしてやったりっていう風にしてやると一番いいかと思います。で、まあ、今回、ちょっとカンナを使ってそんなやり方を、見てもらおうと思います。まあ、サンドペーパーで丸く削るっていうのもありですね。はい、それでは、さっきの面なんですけれども、今回、まあ、カンナでもサンドペーパーでもいいんですけれども、ちょっとこの特殊な面取りガンナというものを使って取っていこうと思います。この角にぴったり45度でこの横が当たるようになります。で、この45度で当たるところで実際にやってみると、なぞるとこういう形で角がですね、取れるような形になってます。徐々にこういう形で角が取れて大きい陥落図が出てきます。はい、こういう形ですね。こういう、まあ、ちょっと装飾的な面を取りたいということは、まあ、方は、1個こういうカンナを持っておいても、いいんじゃないかと思います。はい、こういう形で今面が取れました。同じように反対側もどんどんやっていってあげましょう。これで均一な面がどんどん取れる形になっていきます。